設立したいきさつから、もうほとんど怒りですね。怒り、社会への怒り、子供を産んでみてですね、はい、いかにこう地域社会の中と企業社会が分断されていて、その地域社会の中で子供の産み育てにくい環境っていうのを目の当たりにしたわけですよ、はい、でそういう中でこれだけの、まあ、情報化社会の中で情報視すらなかったんですね。でそういう中でお母さんがどういうふうに子育てしてるかっていうと、口コミに頼るしかなかった。あの公園、この公園に行って母乳相談室どこでしょうか、うん、小児科どこでしょうかって、うん、そういうさ、うん、この21世紀の世界の中でない情報があるということに気がついたわけですよ、うん、同じ子供を産んだ女性が同じところでつまずく、うん、そこにもし段差があるんだとしたら、そこを埋めるためのものは何だ、うん、じゃあそれは情報誌だということで、まあ、福岡で初の情報誌という形でこれから産み育てる女性たちの支援をやっていこうと。ちょうどですね、はい、私も初めて子供を産んで不安だったんで、はい、育児サークル作ったんですよ、はい、でそういうお母さんたちとやっぱり情報交換してたんです、はい、何が不安だって、はい、情報がないっていうのは不安じゃないですか、はい、初めての赤ちゃんでしょ、はい、だからどう育てるかも分かんないんですよ、はい、この間病院でこんな病気をもらってきたとか、はい、こんな子がいたとか、はい、歩くようになったとか、離乳食が始まったとか、はい、おむつが取れたとか、はい、そういうのを口コミのサークルみたいなの作ってたんですよ、はい、何人ぐらいの、多い時でね65人ぐらいになった。そうなんですか。で月に1回私はね、はい、あの新聞を作ってそのお母さんたちに発行してた。内部の。そう。なるほど。でそれがあんまりもったいないから、はい、これ本にできるよねって考え始めたんです。でその人たちをね、率いてね、これ作ったの。これが創刊号。そうです。子連れでチャチャチャ、はい、子連れでこの編集会議するってね、もうヘトヘトになりますよ。なるほど。あ、皆さんももう子供連れてその会議にやってきて、うん、子供はどうしてるんですか。隣の部屋に餌付けのようにして、はい餌じゃないけど、隣の部屋があって、はい、そこにおやつをドーンって入れといて、はい、お皿に、はい、あっち行きなさいとか言って、はい、でギャーって引っかかれて泣いてきたりするわけですよ、はいはい、やっと、はい、じゃあこの企画で行こうねって言ったら来て、はい、うんちとか言うわけですよ、はい、それをやってきたんだもん1年半、あれをねもう一回やれって言われたら式なんね。もう、あ、そうですか。時にはちゃんとしたところに取材行くわけだから、はい、自分でスーツ着て、はい、息子は母に預けていくでしょう、はい、そしたら近所の人からね、はい、村八分に会ってね、はあ、あの人おかしいじゃないとか言って、あ、子供をほたらかしてどっか行きよるわけ、そう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 、自分の子の方が可愛いよねとか言って目の前で誕生会したりさ、目の前で遊ばされたりされたらね、たまらんやったけど、でも私は自分だけのためじゃないと、これから産み育てる女性を助けるんだからと思って行きましたよ、はいはい、これじゃないとか言われながらでもね、わざわざそんなことされた、辛かったね。いっぱいいろんな辛いことありました。眠れない夜とかいっぱい、本屋にね、はい、1軒ずつお貸してくださいって言ったんですよ、はいはい、で当時そのね、はい、あのあれしかない、あの企画書しかないわけですよ、はい、まだ作ってる途中だから、はいはい、でも本屋は開拓しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、だから子供の手引きながらその本屋さんに、はい、あの貸してください、あのこういう本ですっていうね、もうボロボロなんですけど、これが創刊号を作る前の見本ですよね。見本、つかみ本っていうかね、なるほど、こういう内容のものを作りますけんと、はい、今このぐらい進んでますからね、はい、なんとかね、あの貸してくださいっていうことを言うわけですよ。でおかしいと、私たちが作りましたってあるじゃないですか、はいはい、それでさ、あんまりも大変で慌てて使った字がないとなと、おかしいでしょ。あ、ここにじゃあ入れる予定だったんですね。そうそう、はいはい、でもう慌てて編集 してたから、はい、もうこういうお母さんたちと作ったんです。なるほどなるほど。あ、これ創刊号を作ったメンバーなんですね。そう、子育てサークルのメンバー。そう、うん、なるほど。これはね、私が死んだらね棺に入れてもらおうと、これとこれは、それぐらいのね気持ちでね、はい、生きてるかっちゅう話ですよ。浜砂社長が、うん、今その教訓として持っていることっていうのがあるかと思うんですが、母から聞いた中国の人の言葉で、はい、この水が美味しいと思ったら井戸を掘った人を忘れてはいけないと。この水が美味しいと思ったら井戸を掘った人を忘れてはいけない、うん、はい、いい言葉でしょ、はい、
原点を忘れるなとかですね、はい、自分が何で今あるのかと、はい、誰が支えてきてくれたのかと、はいはい、結構忘れるんですよ、有名になったりね、うん、あのバンバン儲かるようになると一人でね、うん、子供と同じで一人で大きくなったような顔をしてさ、うんね、うざいとかキモいとか母親に言ったりするけれども、うん、誰がおっぱいやったのと、うん、誰が夜間にねお父さんとあの病院この病院連れて行ってさ、うん、引きつけ起こさないように口の中にハンカチ詰め込んでね、うん、青くなったり白くなったりしながらさ、うん、病院探したりしたのは誰なのよっていうことなんです。そういう限定を忘れないことかなと思いますね。